皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は日本語の意味に合うように空所に単語を書きましょう、こういう問題です。これバスターミナルでの2人の会話になっています。 A の人がどのバスが私立病院に行きますか。 A はまず最初が空欄で Bus go to city hospital、 こうなっています。そうすると B の人が5番のバスに乗ってください。 A 文は空欄で Bus number 5、 こうなっているので、バスの B が大文字で No.5 になってね、5番線のバスに乗ってください、こんな意味ですね。向こう側に止まっています。英文は It stops 空欄で There。 さあ空欄に何が入るでしょうね。そうすると A が時間はどのくらいかかりますかと聞きます。空欄2つで Does it take。 D がおよそ20分かかります。It takes about 20 minutes. It takes about 20 minutes.、こう答えています。皆さんはどうぞここで一度動画を止めて、この空欄に何が入るか考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生して、正解を確認しましょう。正解はこうなります。どのバスが私立病院に行きますか？Which bus go to city hospital? Which bus go to city hospital? Which bus でどのバスという意味を作ります。 B の人が5番のバスに乗ってください。この時は take を使って Take bus number 5。 Take bus number 5、 何番線に乗るという時には take を使って表します。ただ単に乗り物に乗るという時には get on というのもありましたね。で向こう側に止まっています。 It stops over there. It stops over there. Over there で向こう側という意味です。時間はどのくらいかかりますか。時間の長さを聞くときね、 How long を使いました。ですから How long does it take? How long does it take? こうなります。そしておよそ20分かかります。 It takes about 20 minutes. It takes about 20 minutes. こうなっているんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。